イエイタイトルコールしないよ、今日は。しないよ。いっちゃって。お疲れだ。どうしよう。え、来たの？春。え？春来たけど、来た瞬間にトイレ行ってきます。マジで。しんど。いや。帰ろう。どうしてきていい？ね。今日これ。今日は CC レモンだぜ。ちょっとモザイクかけるわ。P 入れといて、先にとこ。やばい、ビタミン C 豊富。ああ。そう。ああ。きつい。あ、だ、ちょ、スポンサーおるか。じゃあでも、スポンサー、あれだから。いないから。大丈夫。全然いないから。余裕。よし。ね、昨日はね、飲みすぎちゃいましたよ。マジで、ね、飲みすぎで今日昼ぐらいに一回目覚めたんやけど、うん、目覚めた瞬間俺全裸やったからね。やばい、変態じゃん。いや、あれ俺どこでパンツ脱いだんと思って。家帰って、うん、軽くシャワー浴びたらしいやけど、うん、風呂場でずっこけてたらしいしね。何あれ、草薙剛、ナギ、すごい難しい。難しいナギ来たな。マジで、危ない、ほんと。外でね、裸になってなくてよかったな、みたいな。危ないね。そう。しかも、タンコブできてねえしね。マジで？無傷、多分受け身取れてるわ。やばい。強いな。ちょっとここら辺が痛いぐらい。それもう事故起きてる。兄さん、髪いいだ。そう、髪切ったんすよ。ね、染めたね。髪切って、ちょっと昔の髪型に戻しましてね。そう。襟足なんかマジなくなっちゃったしね。ホスト始めて、多分一番短いと思う。自分できたでしょ。そう。ね、髪切り行った時も酔ってたのよ。うん、酔ってて、髪色が昔のやつね。酔ってて、とりあえず、せやさんと髪切り行ったんやけど、せやさんがさっきカットされてて、俺待ってて暇やったから、ちょっとハサミ貸してっつって、ハサミ借りて襟足バチンって切ったらこの短さになった。引くわ。店員さんに何やってんのっつって怒られた。店員さんっていうか見ましたでしょ。うん、そうそう、店員さん、店員さん、まあ店員さんではあるけど、で前髪もね、自分でもここまでっつってバツンって切って、そうこうなりまして、爽やかでしょ。アイロンしてないんですよ。え、何もしねえや。俺はもうパッて当てただけ。あ、うん、今日はもういいかなって、二日酔いだし、しかもアイロン温度つけてか、スイッチつけてると思って、うん、やろうとしたらスイッチも何もついてない。冷えた状態でやった。いやいや、それはね、だってつけっぱやったら火事になったら困るしね。いや、あいつトイレ長いやろ。二日酔いの直し方、飲みましょう。スクエアのね、直し方はね、とりあえずムカムカして気持ち悪いなってなるじゃん、うん、飲んでなってる時に、逆に水分を大量に取って飯を食う、うん、本当に本気で卵吸っていいですか。俺も吸いたい。交互に行く、交互に行く、いましたね、スティッキー。スクエアの直し方は雑炊食べること。雑炊いいよね、作るの簡単だし。味噌汁効くよね、しじみ汁。
しじみがいいね。肝臓にいいね。うん。ちょっと、おつね。おつ美味しいよね。なんか、ニンニクのガーリックのやつが美味しいっていうよね。あ、かなで？かなで今タバコ吸いに行った。なんかガーリック雑炊みたいな。うん。美味しいらしいよ。うん、なんか、あれ、みんな美味しいっていう、食べたことないけど、俺あそこキムチ雑炊しか食べたことない。お、ちょうどコメントキムチ雑炊行ったね。わかってるわ。二日酔いの時は吐きそう。うん、あっさりの鶏がいいね。鶏がいい。ほんとに。ネギがいい。ネギがいい。みんなね、ほんと好みの雑炊あるね。てか俺一人はやめて、ほんとに。俺一人はやめて。会話が持たんて。二日酔いやからこう喋れるけど。うん。二日酔いやとずっと喋ってるもんね、俺。喋ってる。やばいね。うん。かなでさーんって。舐めてるよね。うん。ナイトチューブ中にさ、タバコ吸う。舐めてるよ、ね。途中で CM 入るからさ、CM の時行けやって感じだよね。あ、そうだね。二日酔いだったら、酔ってたら喋れるもんね。俺酔ってるとガンガン喋ってる。独り言が超多い。多いね。うん。どうしたってなる。なんか、どうしたんですか待ちやってるみたいな感じね。うん。まだ酔ってるし。ああ、昨日な、いや、でもあん時、あのさ、いや別になんでもないんやけど、みたいな。うん。やばいね。結構あるね。何時まで飲んでた？何時まで飲んでた？俺早い時間に潰れたよ。2時、2時。2時だけね。2時に潰れたわ。そう。これからどうする？店休むか？いいんすか？会長っすか？これ。俺が会長の書き込みやったらちょっと休もうかなって思うけどね。おはよう。うーっす。おい。来たよ。遅いわ。イケメンが。さあっす。おい。今日からお前空の虹のフィガロに仕上がれになっちゃうぜ。お前視聴者減っちゃうぜ。さあっす。視聴者。ちょっと今日二日酔いだから口まめらんからさ。そこはちょっと。風が正直言ってそんな治ってないね。喉がガラガラ。そう、どうしたんですか？二日酔い。二日ぐらい酒で。うん。あのさ、俺店にさ、あのお酒ないよって送ったのに誰も返信来てくれないんやけど。俺さっき見たっすよ。これ飲んでいいんすか？え？これ飲めます。いや、今狂月って気分じゃないじゃん。今あの、スイスイレモンって気分やから。スイスイレモン、スイスイの言い方や。スイスイが美味しいわ。スイスイの言い方や。ちょちょね。でもそれ僕のおしっこやと思ったら最悪、最悪やないか。俺今日マジ店からこっち来てゲロ吐きそうになってたらやめてマジで。とりあえずね、スイスイお前もシシ飲む。じゃあシシ食べかな。シシシシ飲みなよ。あ、でもトマトも熱い。トマトジュースがちょっとあったからちょっと飲もうかなと思って。誰かがビール持ってきて。あの上のカロリーはうちのヨーグルト？うん、まあ、ヨーグルトまずいけど。上に置いてるのうちの、うん、あのビールも。いや、ビールは違いますね。カロリー、ヨーグルト、あれ、ヨーグルトのあれ俺あんま好きじゃないんや。あれ前なんかユイトとか持ってきたから。うん、ユイトチョイスやからあんま好きじゃない。どういうこと？悪口。今日はね、あれだ、ハロウィン。あれ、あ、そうだ、写真送った。送ってんの？ゆうと好きだよ。もらっていい？うん、飲みな。また自販機で買えばいい。ね、写真をね、ちょっとここでヒロじゃないわ。ヒロ。出していこうかなと思ってて。盛り上がりました？あるよ。うん？何？ハロウィン。ハロウィン？ハロウィン。盛り上がりました。盛り上がったっけ？あ、てか俺写真送ってない。俺の。早く送ってよ。てか携帯あれでしょ？大丈夫？あ、携帯ね、壊れてたからさ。フィガロに送ればいいの？僕です。春に送ればいいの？はい。あ、じゃあ奏にもらったやつをまだ保存もしてない。おい。これはあった？これはあったっけ？送った？送ったよ。春に？送りました。送ってないよ。春に送らんとダメや。そう、俺のかっこいい3連発。すごい。コスプレね、2日間同じの人もいれば2日とも変えた人もいる。俺は変えたよね、二日目超似合ってた。すごかったもんね。ああ。びっくりした。で、送ってあげようと思ったらさ、俺その時携帯壊れてたからさ、向こうの携帯になってたじゃん。え？前の携帯使ってたじゃん。
あ、そうそう、だから遅れなかったんだよね。だからニリさんが、ニリさん特にやばいよ。なぜかわからんけど、ニリさんが携帯持ったらすぐ壊れる。ほんまになんなんやろうね、俺嫌われてるもんね、携帯に、うん、あれじゃないですか、代謝良すぎて寝てる時に汗でまみれてるんだやばいそう、俺さ、寝てる時にさ朝パッて目が覚めたらここびっちょびちょやねん。なんで、え、同じやつです。え、こうやってパッてやったらマジ水しぶき飛ぶからね。マジでそんぐらい汗かいて。やば、代謝良し、代謝いいんだよ。相当、相当いいっすよね、うん、今超暑いよ。冬場でも裸で寝ますもんね。じゃあ昨日は全裸やったし、ね、やばい、昨日ラトイレで聞こえてました。聞こえてた、何聞いてんだよ、恥ずかしいな虹の布団で寝たくないって。虹の布団で寝た、寝せねえよ寝しよねえよ。ね、奏は寝たことあるけどな俺はな、うん、で俺が足元でこうやってちっちゃくなって寝てるっつってね。セミダブルのでっかいベッドなのにもかかわらず俺だけ端っこで寝てるっていう。で、あの朝方ちょっと蹴られるっていうね。俺の可愛い写真も出しておかな。おい帰りたやっぱい。じゃあお願いします。イエーイ、ね、なんかすっぴんよりかっこいいじゃん。ニリさんだ。うん、これはに、かなえさんはウォーリー。ウォーリーけどね、帽子でけんさ、あれ、うん、めっちゃ何顔がちっちゃいみたいなさ、やだもちっちゃい。いや俺の顔長じゃあかなえの後ろやからね、言っとくけど。まあね、うん、でもニリさん普段よりイケメンですもんね。え、ほんと、もうあれずっとつけてようかなっていう感じやんな。思ったさ、兄さんの口元のあの黒いの、あれ、なんかね、何ジェルでこう塗ってるけど、うん、ってるカサカサすぎて唇、マジカサカサ唇カサカサすぎて超、あの、その次の日、皮むけたもんね。でも皮、ピー取ろうかな、やば。次、お願いします、うん。これはカナデとセイヤさんやな。セイヤさんか、そう、おそばだったんですか。セイヤさんは傷メイクちょっとだけしか、うん、あ、いいよ、俺これぐらいでいいよしたくないです。でもこれちょっとセイヤさん無難に逃げてましたね。これ、なんか僕がなんか無難に逃げるやつしたら、うわお前またそうやってとか言うけど一番逃げてる次の日何もしねえしね、うん、全然変わってない、かぶりもしてるだけでした。どうぞ。これはナイキのクリミスさんとバットマンね。うん、バットマン、うちの青ひげバットマンね。バットマン、あれマスクここもここもつけてんのっていうね、マスクね、ひげ周りも。実はね、バットマン遊びに来てくれて、本当にバットマンが遊びに来てくれて、なんかアヤトが「お前バットマンやんの?」って言ったら「いや、あのバットマンの映画見てて、バットマンの主人公ヒゲ濃いなと思って、僕に似合うんじゃないか確かにヒゲ濃いけど、あの人シゲジーにそっくりだよね。あの、ジゲシーって何シゲジーシゲジーって言いたかったじゃん。シゲジーって何だ。シゲジーってあれだよ、あの、吉本の新喜劇のやつ。そう、そう辻本がやってる、そう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 、やつ。じゃ次どうぞ。クニ、クニですね。似合ってるさね、うん。マッチングしてる。いやもうハマりすぎやろ。でも違和感ないもん、ね。うん、あれ将来こうなるもん。全然あんま違和感がない。ハゲで真っ白、超面白い。やばい。そこからあれだから、ね。これ別にカツラとか被ってない。ヘアメしただけやから。じゃあヘアメしたらハゲるもん。やばいな。やばすぎやろ。頭皮ズルむけやんけ。普段逆にね、うん、かなんかそのままファーってなってたけど、これ部屋飯で巻いたらこうなった、ね、あれいつも前髪と思ってるんだ、襟足やから言いたい方だよ次行こうかいやだからクニちゃんが多いってクニちゃんチョイスが多いって服をやってもうこの順番とか気にせずわーってやりました、うん、まあ最後の辺は多少ね順番も気にしましたけど、もう行っちゃおうぜ、クニちゃんは、うん、これも一応クニさんです、うん、
もうくるちゃんほら出たがりもうほんとさっきのやつにタイガ入っただけやん、うん、まあ、タイガもちょっとな無難でしたよね。しかもあのウォーリーの帽子折れんなきゃ無理やりパクってましたもんね2日前、うん、よしで、とりあえず一旦 CM 行って後半写真の続きから行きましょう。イエイ。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear, Happy birthday to you。 こんな俺だけど一生かけてあなたを幸せにします。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク熱いじゃん。イオンインク。行きましょう。行きましょうか。空。空。うちの空くんですね、うん。やばいね。出戻りの子ね。そう。赤ちゃんコスプレしたから。そう。一番人気者。赤ちゃんつうか幼稚園なのにおしゃぶりってどんだけやねんっていうね。全然おしゃぶり取れてないよ。取ってから入るよ幼稚園。ひげ青いしバレとるぞ。やばい。最近空もね、うん、ちょっと上の方来てるから。ハゲ多いな、うちの店。次行きましょう。ハゲユイと、ゾンビポリスっていう。去年の春と一緒だよね。僕、去年これやってましたね。はい、でも、ユイとお客さんにあれですよ。普段よりも。かっこいいって言われてた。こっちの方がかっこいい。やばいな。お前の客にも言われてたよ。顔赤くない？やばくない？え？まだ酔ってんの？え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、やばくない？見てみ？めっちゃ赤い。なんかお前、ドーラン塗ってるやろ。めっちゃめっちゃ赤い。やば。いや、本当に今日、休もうかな、思う。それ、昨日までした。いや、マジでなんか最近酔いすぎや。てか、酔ってるっていうふうに、やけどしてるみたいになってる。やばいですよ。今、やばいさ。やば。急に回ってきたし。次行こうか。シシレモンで酔ってんじゃねえよ。これはカズネさんとカラデとタイガね。これコスプレっていうかグデ玉着てるしね。なんかグデ玉のこういうかぶりもんみたいなですね、うん、ちょっとタイガはあれやな。てかシシレモン本当に酔ってる。俺さ結構さ喋ってこう映ってないからさ、うん、大声出してるからさちょっとタバコ吸ってきてもいい。タイガ食べっきゃな、うん、全然メイクもしなかった。次行っちゃおう。次行きましょう。あ、春。これ僕の初日かな。うん。これ何？これ何？これミニオンっす。いや、ミニオンのどれ？ミニオンどれ？どれ？いや、わかんない。いっぱいいるけどね。うん、いっぱいいるじゃん。いや、これ、ここにこうつけるんだけど、まあ、この時はこう目につけて写真、後輩をこう撮っていいですかって言うから、こう目にして撮っただけ。ヒョロ長いからあいつかな。ちょっとあの頭の良さそうなやつね。それにしとこう。それにしとこう。いやいや、ちょっと前鏡になったら俺やん、また国が。好きね。怖いわ。いや、この写真怖いから。怖いわ。ほらよ。いやいや、今度前に来た。主張が激しい。映りたがりね。うん。ごめん、うん、今日酔ってるから俺声でかいよね。いいよ。絶対多分聞いてる人イヤホンで聞いてたらやばってびっくりするね、うん、いやまた国来るし。しかもさパンツやん、うん、そうこれ最初の頃いや、うん、あ2日目の僕がちょっとだけ映ってますよ右側で、はい、あ本当だ。そうちょっとだけね。ちょっと今あれねちょっと小出ししてるね今ね。じゃあ小出ししてる、ね、まあ何かはお楽しみってことで、うん、ですね。いやだから国が強い国が強い。ほんと
もう次いっちゃうこれ。次もスケキヨやろ。スケキヨのあれやったから。あれか、これがユイさんとミサオと若干ハルっていうね。ユイとお腹盛り上がりすぎて見出てるから。見て持ってるから。やばいな。パツパツでしたもん。すごい。来た。チェルチェルランド。これがチェルチェル、僕の2日目です。え？あ、行かないと思って。ありがとうよ。ちょうどシシレモンも終わってレッドアイの足を持ってきてないよな。やばい。ユーチェルさっき平面かっこよかった。ユーチェル。めっちゃ似てない？めっちゃ似とる。頑張ったもん。これで部屋見てたって超恥ずかしいよね。部屋見行くのはまだ行くときはよかったけど、うん、帰りがすげえ恥ずかしい。やばい。しかも帰りかわいい。恥ずかしい。カロリー飲む。はい。シシレモンに待っていい。いやだから苦にもっこりすぎやろ。主張が激しいって。やばい。いろんな主張が激しいよ。こんな内勤出てきてね、初回が来てたらびっくりだよね。いや、なんか写真いっぱい送ってって言って送ってきたけど。俺もネットやんの、見て。これ、クリさんが多すぎる。いや、俺。僕がしてんすか。俺やん、もう。ほんと俺やん。出た。兄さん、次行こう、次行こう。いや、兄さんかっこいいから丸めが次行こう。あれ、そういう順番できた。うん、これ28歳衆ね。遅れてなかったかな。しかも、クリの乳首、俺とアヤトの写真切り取って。これさ、レッドアイさんさ、めっちゃ普通に見るぜ。で、次行って、次多分で、あ、お前になったった。僕の可愛いやつ。やっば、お前絶対これ加工したやろ。してるしてる。元からの加工できる写真で撮った。あーね。なんか俺顔シャープになったらより細くなりそうやな。マッチ棒みたいになりそうやな。可愛いでしょ。そう、ビューティープラスで撮っただけよ。バラバラーンってなったら、ああもうチェルチェルビーム出して、チェルチェルビーム。チェルチェルビーム、リューチェルビームだっけ。まずそうな状態だな。はい、終わりかな、これで終わりや。あ、うまうまいな。あの二日酔いにはレッドアイ、マジでトマトジュースが真面目、マジでうまい。トマトジュース持ってきてもらえれば。いや、もう一本あるよ、マジで。うん、あ、タバスコもあるからちょっと取って。で、前これでね、やってたんですよ。え？トマトジュースにタバスコめっちゃ入れたやつ並べて、うん、どれ買う。ああ、そうなんや。だから俺これのでっかいやつあるじゃん、もっと大きいサイズのやつ。俺一気したことある。マジで全部コップに入れて。牛島くんやん。あ、うまい。俺も入れてやろ、うん、2滴ぐらい入れるのがレッドアイはちょうどいいんだよね。タバスコうまいわ。3滴ぐらい結構入ったで。基本的に大丈夫大丈夫。俺もそんぐらい入ってたから。これうまいわ本当に。美味しいよ。あ、うまいうまいうまい。飲んでみる。あれ、いやマジで美味しいんだ。これマジうまいよ。いや分かってます。どんなことありますもん。いや美味しいのは分かってるけど。そう、うまいわ。辛いのは。さっきちょっと辛ラーメン食べたからちょっとだけ唇が痛いんですよ。そういうことか。朝からハード。すごい。食いたいなと思って。わかる。あれ無性に食いたくなるときあるよね。あれ、あのとろけるチーズとかかけトッピングするとまろやかになって食べやすいとかね。マジで。そう、あと半熟卵のせるとか。あ、うん、美味しいよ。あ、そういえば俺昨日ゆで卵作ってたんやけどさ、2個残ってるはずなんやんな。ゆで卵作ってた。うん、作ったの。あれってただ茹でるだけっすか。うん、ね、沸騰、水から卵入れといて沸騰したら中火にして4分から5分で半熟卵。マジで。そう。臭いな。え、知らない。あと、卵はね、買ってきてすぐの卵じゃなくて1週間ぐらい置いてるやつがいい。なんで。あの新しいと皮が剥けにくいの。そうなの。だから賞味期限前のやつとかは剥けやすい。豆知識です。でもなんか剥き方とかあるんですか。え、剥き方は ね、全体的にひび入れた方がね、なんかゴロゴロゴロって、ね、そうそう、ゴロゴロってテーブルとかでガラガラガラ、こうやってゴロ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 パキパキって割れるじゃん。できますよね。あと上と下のところをね、穴開けてケツのとこからフッて吹き、あ、なんかトゥルンって吹いていくのか。
そう YouTube でやってる。そうそう、やべ、あの気をつけんと卵だけ飛んでいったことあるからね俺こう押せた、こうしとかんと卵によってなんか、なんか殻の薄い膜みたいなのあるじゃないですか、うん、あれの境が分からんやつありません？分かる。あれ、なんであの皮のツルツル、あれちょっと残ってる感あるなみたいなやつね。え、これ何と思ってずっと向いてたら、うん、もうこんぐらいのゆで卵が最終的にここぐらいだったから、ね、いや、そう。それ新しい卵だね。君ぐらいしかなかった。賞味期限切れてないの？ん？切れないでしょ。切れてない。18年、うん、6月26日まで大丈夫。今16っすよ。あと何やっけな、あのゆで卵新しいやつとかはね、そこのね、あの尖ってる方じゃなくて丸い方のところの、あそこ空気の穴があるんやけど、そこに穴開けると、あの皮が剥けやすくなる。なんでゆで卵の話ばっかしてる。それ枯れ写真だ。そうやもん。顔がやばいって。俺、ね、のっけからこれだもんな今日。天一のゆで卵食べたことないな。もう天一ってなんかバンドウィンシャミセン聞いた。ゆで卵はな、たまたまいな。あんまりクオリティ高くないし。天一好きですか？天一ね、あの1回目行った時は大嫌いだったんやけど、2回目からがすっごい好きになる。癖になるね。あの最初さ、食べた時あのザラッとしてるじゃん、スープがドロッとしてる、ドロッとしてて、なんか俺砂利入ってるのかなと思ったもんね。やばいね。でも僕何やろうな、けど俺一蘭苦手だったわ。え、一蘭苦手だわ。一蘭美味しいやないですか。俺苦手だあれ。豚骨、うん、あのあれやろ、替え玉するときにあの音楽鳴るやつやろ。そう、あの味集中カウンターでしょ。そう、なんかね、味集中カウンターしてます。あのだからこう個室みたいな感じになってるやつやろ。そうそうそう、あのみんな友達と行ってるのにもかかわらず個室にされるってやつやろ。楽しく食えないやつ。そう、ちょっとこうやって、え、食べてるみたいな。替え玉行っちゃうみたいな。上から覗こうかなみたいな。やべえ、トンチン食いて。できたね、一覧。どこにできたっけ。あんな、あそこ、なんだっけ、あのカラカラあるでしょ、セントラルの。うん、の右入ったところに。ああ、うん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 、あの、なんか寿司屋さんあるでしょ。ありますね、うん、の向かいぐらい。あんなとこに一番街のところに。一番街、そう、一番街とそのセントラルのなんか狭間的な。やばい、あと17秒、16秒、15、14、13。あ、そうだ、12。え、なんかあるでしょ。そう、来月からそのチームで、あやるのが始まるから。1位のチームは賞金で、最下位はあの生きてる虫を食わすっていう。最悪。俺の時見ろよ、見ろよ。俺の時も見ろよ。俺の時見ろよ。マジで見ろ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。